園芸用ハサミには様々なものがあり、太い枝を切るものから細い枝を切るものまで用途がいろいろあります。そのため目的に応じて使いやすいものを選ぶことが大切ですが、慣れていないと選びにくいものです。ここでは、そのような園芸用ハサミのおすすめや人気のランキングを掲載しているので、選ぶ際の参考にしてみましょう。リストの最初の製品は、ラチェット式剪定バサミ千吉。見た目は重厚感ある作りのハサミですが、太い枝も簡単に切ることが可能です。それは、ラチェット機能によるもので、数回に分けて切っていくので、少ない力でも、太い枝を切ることができます。刃のお手入れツルもついており、刃物手入れ油をつけて使用することができるので長持ち、させることが可能。リストの次の製品は、剪定バサミ岡久志。岡常の剪定バサミは、プロの職人も使用しているほど、安定感があり、安心して使うことができるハサミです。そのため、剪定バサミでどれを選べばいいのか迷った時は、岡常の商品を選べば間違いはありません。その他にも、植木バサミやノコギリなども扱っているので、統一するのも選択肢の一つになります。次の製品は、ウルトラロッソ花バサミ近正。フラワーアーティストや花屋さんとの共同制作であり、花の茎を潰さないようにできています。そのため水あげ、効果も高めることができ、生け花をするときには、重宝される一品です。また葉には、フッ素加工が施されているので、ヤニがつきにくくお手入れがしやすくなっているのも嬉しい、ポイント。リストの次の製品は、アルミ剪定バサミ隔離産業。柄が太めの剪定バサミであり、男性で手が多めな人には向いていますが、手が小さめの方には使いづらいと感じることもあります。刃物用炭素鋼とアルミが使用されているので、そこまで重くはないので疲れにくいです。しかしそれなりの力が必要になるので、太い枝を切るときには注意をして行いましょう。次の製品は、ハンドクリエーションザカゲン。こちらの商品はデザインが独特で可愛らしいフォルムをしています。刃も一見プラスチックのように見えますが、これは刃物用炭素鋼をフッ素樹脂加工しているためのものです。そのため耐久性も十分に望むことができ、生け花などの切り花を行う際に使うには十分なものになります。リストの次の製品は生けの棒ハサミ促成。持ち手の端についたわらび型の部分は、切った枝の切り口を潰すために使われます。生け花など切り花の際に使うものですが、切り口を潰すことで、水の吸い上げを良くすることができます。持ち手は、ザラザラした表面の仕上げをしており、滑りにくくなっていて使っていても安心。リストの次の製品は根こそぎ草抜きサボテン。切るというよりは根をつまんで、引っこ抜くタイプの園芸用のハサミになります。庭作業には雑草を抜くことも多くあり、綺麗にしようと思うと、手は土で汚れがちです。しかしこのハサミを使用すれば、雑草の根元部分をしっかりと掴むことができ、手を汚さずとも除草作業をはかどらせることができます。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に、製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。